K-TUBE をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡慶です。今日はですね、千葉県香取市の、鶴亀亭さんにご飯を食べに来た、もう食べに来たんですけど、実はそれだけじゃなくてですね、こちらの、ベレットをこちらのご主人が持ってらっしゃるということで、これをちょっとねご紹介していただこうかなと思っております。いすゞベレットの 1600GT ですね。では早速お呼びしたいと思います。平野さん、お願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。どうも、お仕事中にすいません。美味しかったです。ありがとうございます。私は今日海鮮丼をいただいたんですけれども、うなぎをいただいている方もいらっしゃって、どっちもねとっても美味しそうでボリューミーでね本当に美味しかったです。ありがとうございます。で、今日はまたこの美味しそうな車が、色気がね、こっち行きますか。これはいすゞのベレットの 1600GT ということですよね。これ何年式なんですか。47年ですね。おお、じゃあ50年以上。ちょうど50年、51年ぐらいか。綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。3年くらいかかりましたね。そうなんだ。3年。これあの最初じゃ来た時は、もうちょっとこんな綺麗じゃなかったわけですね。こんな綺麗じゃなくて、そうですね、バケツ5杯くらいはサビは出たんじゃないですか。そうなの。まあ裏、結構ね。そうなんだ。結構。これはじゃあ、あの手に入れられて平野さんのとこ来て3年ってこと。いや、もう7年になります。そう、じゃあ最初はそのまま寝かしといたの。1年くらい乗りましたけど。そうなんだ。そっから手を入れたのね。すぐ始めました。そうなんですか。いやいやいや、それあの3年かかって直されたってことは相当お金もかかったと思うんですけど、いくらぐらいかかってるんですか。もう1台買いましたね。そうなんだ。結局、あの女房にも、もう1台買った方が良かったねなんて言われた。そうなんだ。いやでもすごい綺麗ですけど、ベレットはずっとなんか欲しかった1台なんですか。そうですね、あの免許取り立ての頃は、やっぱりこれ欲しかったんです。結構いい値段したんで。まあそうですよね。で、まあ7年くらい前に、いつか乗りたいなと思ってて、7年ぐらい前にいいのが出てきたので、それをきれいに直されたということですね。ちょっとこの見どころポイントとか教えてもらっていいですか。見どころですか。この辺見てみたいな、ベレットといえばここみたいなのでもいいですし、ここが一番大変だったようでもいいですし。大変ですか。まあとにかく色合わせっていうか、この色がね、元々この色だったの。いや、あの青なんですね。青だったんですか。でそれをこの色が良かった。そうなんですよ。でこの色が何種類もあって、この元色、この本当の色をいろいろ探して、もうあの大変でした。じゃあこれは発売当初にあった色なんですね。だと思います。へー。あのイズスポッサに、あのお尋ねして、色を送ってもらって、でそれでそのあのペイント屋さんに一缶買って、そうなんだ、それをパンキン屋さんに持ってって、パンキン屋さんは20回くらい色合わせしたけど全然ダメで。それだけちょっと苦労しました、ね。じゃあこのボディカラーが結構注目ポイントの一つなんですね。いや、すごい綺麗だけど。これあれですよね、このエンブレムは。はい、なんだっけ。狼だね。狼。そうだね、狼なんだ。これなかなかないんです。ねえ、だってなんかすごい昔に誰かつけてんの見たことあって、久々見た気がする。本物ですからね。そうなんで、これも探してきたんですか。もうこれもう一つあるんです。そうなんだ。はい、エンジンルームとか見せてもらっちゃうかな。綺麗、すごい綺麗。1.6リッターの DOHC エンジンで、120馬力、そしてそれが6400回転、トルクが 14.5kgm ということで5000回転、そして車重が970kg、軽いね。そうですね。だからこれ、120馬力だけど970kg しかないから相当速い。いや、そうでもない。今の軽に負けちゃうんじゃないですか。本当？音は結構ね、早いような音するんだけど。そうなんだ。そんなには早く、そんな速くはない。あと音だけですね、気持ちよく乗れるのはね。音がね、やっぱ気持ちいいんですね。
や、いすゞのね、はい、今ね乗用車作ってないですもんね。そうなんですよね。かっこいい車多かったのにね。でも部品は出ますね。あ、そうなんですか。結構、あの成田の、工場行くと結構ね、いすゞスポーツあるんですよ。あ、そうなんだ。まあ、ないものはかなりないんですけど、ゴム関係はないんですけど。あ、ゴム関係ね、はい、いやでもそうやって部品がいつまでも出てくるのはいいですね。そうですね、結構買いまくっちゃうんで。買いまくった、まあ、もう1台買えるぐらい買いましたからね。もう1台買えると思いますよじゃあもう1台作る、そういうもんじゃないか。いや、カトリさんにはそういうふうに言われてるんですよ。あ、そうなんだ。もう1台作ればって。そうね、もう1台作る、そそのおかしちゃっても、そう、なんかあそこにね書いてあるの、あそこに、はいはい、あれ何、あれはあれか、メンテナンスの何かだね。そうですね。へ、今ああいうの貼ってあるやつないもんね。うん、元からそれ貼ってあったんですね。そう、すごいですね、はい、いやでも本当綺麗だわ。あ、結構荷物入るんですね。ゴルフのバッグはちょっと入らない、ね、入らない。でも十分広いと思う、ね、うん、はい、でも普通になんか実用的にも使えそうです。そうですね。いや、これフロアマットもベレットって書いてありますね。すごい。これ、このあのちょっと豚ちゃんのお花みたいなこのマークは、そうそう、これベレットのマークなの？はい、そうなんです。ベレットってこんなマークだったんだ。はい。へー。あ、ほら、シートベルトのところもね、あのね。よく豚っぱなってるんですよね。うん、へー。これハンドルもすごい、これ。ハンドルはね、これ細いね。細いんです。これ純正。古いこの47年ものじゃなくて、はい、もう 4,5 年前の初期の、うん、あ、そうなの？でこれが好きで見つけてね、なかなかないんで。じゃあこの車は初期じゃないんだ。47年なんで後期になるんですけど、後期になるんだ、あ、じゃあこの前期型がこのハンドルだったんだ。前期の最初初期、最初の初期。あんまないんですね、これね。ないと思います。すごいね、はい、ウッドの細いのでね、はい、でもなんかかっこいいですね。いいですよね。イスズって書いてあって、それが一番私にとってお気に入りです、ね、あ、これがお気に入りポイントなんだ、はいはい、でもこれすごいわ、かっこいい。これ上からこれが、まあ、ウィンドウォッシャーでしょ、ワイパーでしょ、ロービーム、ハイビームで、これがフォグで、これシガーでしょ、で時計、これいいですね、時計いい感じで、これチョークでしょ、でこれがねリアの熱線なんですって。でもラジオがあって、それでこっち側のね、これはこのあの P っていうのが、あのパーキングランプ止めておくときにつけるやつですね。でこれがねハザードです。ほー、はい、じゃあちょっとヒロさん行きたいと思いますので、エンジンかけますよ。あれ待ってたんだか、あ、ごめん、よいしょ、はい、行きましたね。はい、じゃあこれでよ、もう一回踏み直してもいいか、これ大体かな、はいはい、よいしょ、はい、重捨てなんだよね、重捨てなんだよね、これいけるかな、いけそうだな、よし、これを右、右行ってください、はい、よし、お願いします。すごい軽いですね、走り味が。あ、そうですか、うん、はい、すごいなんかこう快調スポーティーな感じで軽い。結構速くない？いや、結構力ありそうよ、今踏んだ感じ。そうなんですか、うん、で、四足マニュアルなんですね、これね。そうなんですね。おー、あー、なんかこの細いステアリングが確かに、うん、なんか昔のスポーツカー乗ってますみたいな感じする。そんな感じしますよね、うんあ、でもすごい快調ですね、本当。まあ、そうですね、うんうん、フィーリングはすごい軽いし、はい、なんか音もすごいいい感じ音もね、あの、うん、やっぱりイスズスポーツさんの、ね、全部あの使ってるんで、うん、ちょっと音大きいんだけど、うん、いや、でもいいでしょ、これいい音しますよ、はいはい、イスズスポーツさんのってことは、まあ、基本この純正を使って全部やってるってことですもんね。そうですね、まあちょっと、うん、あの、うん、でもほんと普通にこんだけ軽い感じで普通に乗れちゃうと、普通に乗れるんですよね、普通に買い物行けますね。ああ、行きます行きますへえ、ほんと全然なんか慣れてきたら全然行けるぞ、うん、あ、
なんかだんだん気持ちよくなってきた。ただエアコンがないのがね、ちょっとたまに気づいて。まあね、でもこれだけ風入ったで真夏は暑いか。真夏は暑いですね。てか真夏それこそオーバーヒートしちゃう？いや、そんなことない。そんな一度もないですね。あ、本当？それはすごいな。うん、でもすごい、6500まで回るんだね。そうですね。もう音だけですよ。いや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 、早くはないですよ。じゃあちょっとだけ踏んでみようかな。これで一致でじゃあ。いい音するじゃん。いや、音はいいですよ。十分早いって。十分早いと思う。まあ本当に音ですよね。いや、いい音するし、で、いやいやいや、こんだけがあったら十分よ。そうですね。あのこの辺乗ってる分にはね。ねえ。ベレットって私多分乗った、ちゃんとこんな距離乗ったの多分初めてで。あ、そうなんですか。そう。なんかあのほら、それこそ愛車歴の登場ぐらいでしか乗ったことないから、ね、そう、ベレットこんなちゃんと乗ったの初めてだから、すごいなんかいい音するし軽いし、とても乗りやすい。なんか浅岡茂明さんがね、スズワークスで、ね、昔やってたなんてお話を浅岡さんから聞いたことありますけど、はいはい、ブレーキは本当に甘いですよね。まあね、まあ、昔の車はどうしてもね、あれですからね。え、これブレーキはドラム？ディスク？ディスクですね。ディスクなんか普段から結構使ってんですか、この車は。いや、めったに出さない？月に2回くらいですね。ああ、でも月に2回、それはドライブ行くんですか？そうですね、朝天気のいい日に、ね、うんうん、やっぱりちょっと動かさないとね。ああ、まあね、うん、どの頃辺に走りに行くの？まあこの辺、やっぱりでもちょっと走っても50キロくらい走っちゃいますよね、うん、ああ、そっかそっかそっか、うん、でもこれ本当にあの気候がいい時、はい、ドライブ行くのは最高ですね。最高ですよ ね、 ね、春とか秋とか今ね、ちょうどいい季節ですから、はい、ああ、いいわ。でもこれ結構皆さん色も鮮やかなので注目で集まってきそうですね。あ、これね、うん、いや派手ってわけじゃないけど、派手ってわけじゃないけど目立たなくはないよ。うん、まあこれがメインの色だからね。うん、でもベレットってなんかこの色ってイメージが確かにあります。そうそうですよね。うん、位置がねなかなか難しい。ここか。あ、これだ。いやー、なんかすごい気持ちいい、あっという間のドライブだった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんかこれ乗ると青春が蘇る感じですよね。そうですね。はい。ね、はい、なんかそれぐらいこうね、こう軽いフィーリングでなんかこうワクワクできる、スポーツカーでした。この季節のね、いい時にもっともっとなんかドライブに行きたくなるような車でいいですね。ありがとうございます。いや、本当羨ましいです。これからもちょっと素敵なカーライフを送ってください。はいはい、ありがとうございました。どうもすいません。